はい、了解し、はい、どうもね。ヘキサゴンのギクサダの折りたたみストーンがいいね、これね。熱燗じゃ。熱燗つまみに。水だ、足そうか、ちょっと。熱燗水足そう。もうこれはもういいかな。こっち足して。これ家の水道水ね。はい、乾杯。3杯目かな。おい、感じだ。じゃあ次のも差し替えて。こっちも熱燗かっちゃんでいきます。安崎かっちゃん。安崎かっちゃんなんで、今日はね、合成酒だよ。合成酒。合成清酒。さすが安崎かっちゃん。安酒かっちょ。安酒なんで合成酒を熱燗して飲んでます。相性は安酒かっちゃんでお願いします。乾杯。ニンニク炒めをでつまみながら。あ、うまい。トンミの豚の胃袋か。中華炒め、これもね、スーパーバイト。外れちゃうよ、これ。バーゴレ、バーゴより、バーゴレさ、はめるだけだからさ、外れちゃうんだよな、これな。やっぱりな、ちょっとね、言ってたっけ、バーゴレ、外れやすいって。ほんと外れやすいんだ、言ってたな、ね、ミカスさんも。針金を刺した方がいいけどな、やっぱりな、これな。わかるわかる、バーゴ。バーゴはパカッとはめるだけで外れやすいんだよね、ここね。見てるの分かるかな、これ、バーゴのヘキサゴ、これ。こうやってはめるだけでこれ外れやすいんだ、ここのところがね。だからここにさ、針金で一本刺すとかしてさ、ここのとこね。それちょっとやってて外れやすい。やっぱこれ。この、激安のこの、陸サダはさ、ちゃんとさ、かますからさ、ちゃんと大丈夫だからね。やっぱそこだね、やっぱね、バーゴ。バーゴはさ、やっぱフリップとかでさ、ちょっとは、やんないとね、外れやすいね、これね。どうも、ありがとうね、楽しいよ。意外とバーグより、エリクサダの方がいいよ。バーグやっぱ値段の悪いね、これがあればね、やっぱ、外れやすいんで。メイン、エリクサダで行こうか。で、熱燗です。ニンニク炒めをつまみながら。ニンニク炒め。ニンニクの鶏皮の油で炒めたやつね。あの、トンミノの中華炒め。これスーパーで買ってきたやつ。トンミノ。これつまみながら。あ、熱燗です、熱燗。トンミノ。さあ、豚のミノだと思うんだよ、トンミノって。これ、スーパーに売ってたの、これ。トンミノの中華風炒めってやつ。だから歯ごたえね、多分そうや、豚の胃袋でしょ、これ多分。ミノってことはね。で、焚き火台で燗した熱燗です。
バーゴよりもいいね、これ、リクサラの方がね。使ってみると分かった。値段の割り。これ、リクサラの折りたたみストーブ3つ分ぐらいするんだけど、バーゴはこれ、減ったの。やっぱすぐ、かまって、外すんだけど、やってると。次回はね、じゃあバーコンのヘキサゴンタップでやってみようか。2つあるのだったら回らないんでね、1個でやってみよう、今度ね。じゃあまあ、ひとまずこの、リクサナの味噌部でメインでやった。炎なる幸せです。ね、リクサナの折りたたみストーブで扱う缶酒です。こんな感じで、はい、ご飯は魚屋さん飲んでます。今日はね、スーパーバリューっていうスーパー、今日はね、今日買い物したのはね、飯能の駅前にあるスーパーバリューで買い物しました。スーパーバリュー全部スーパーバリュー。スーパーバリューわかるかな。スーパーバリュー反応の駅前にあるスーパースーパーバリューで買い物したの。今日のレシート1500円ほど買いました。いいかな。反応店生鮮市場スーパーバリュー反応店、今日の買い物。こんな感じ。じゃんじゃん。こんなの買いました。最終的には1500円使ったんだ、今日。まず、ね。こんな感じね。わかった？今日買い物。ああ、これが外れちゃうんだよな、これな、すぐな。かましてるだけだからな。なるほど。ここにクリップ、針金、ね、クリップがあるといいって、こういうことか。これがすぐ外れちゃうんだよ、これ、バーゴン。行けば復活。
ーゴの地図。バーゴはほんとこれクリップ必要だな、これね。こんな感じです。はい。あんだけ飲みながらいいね。うん。ああ、そうね。じゃあ完全にちょっと下ろして、出ようかな、戻るかな。ちょっと下ろして。おぉ、シーズだ。ニンニク冷めちゃったんで、ちょっとニンニクから乗っけて。そう、今日買ってきたのが、これ、あれ、おいつも他に買ってきたのがね、これも買ってきたんだ、あれ。おいつ。買ったお肉、ニンニクと豚の頭、これも炒めようか、これ、ね、豚頭、頭、豚の頭もうまいんだから、豚の頭残って、ニンニク冷めちゃったから、ニンニクと豚の頭、豚の頭、これも安い。100g いくら ?141 円。これ252円。これ300円足らず。豚の頭とニンニク炒めよう。おー、いいね。これ豚の頭。歯応えがあってうまいんだから。コリコリして。でもこれ超スーパーバーガー。お肉大好き。お肉大好き、カチちゃん。もういいぞ、熱燗飲みながら。
あ、ニンニクうまそう。お腹すくよね、しょうそうだね。ニンニクと豚の頭の塩炒め。ニンニクはいい感じだ。うん、あー、いいよ。ニンニク最高。豚の頭もいい感じに黙ってきたね、頭。いいんじゃね、頭も。頭。豚の頭の塩炒め。うわ。どうかしら。かしら。うん。あ、うまい。いや、あかん。うまい。何でも言って豚とか知らない食べ物だ。ニンニクの豚とか知らないだろう。
豚の頭塩炒め、うん、うまい。ちょうどいい。じゃあね、差し替えとこうか、もう立て。はい。じゃあお酒。下にこれ、缶酒。よい。差し替えて。頼むのかしら。
起きてたら大丈夫よ。うん、どうもね。もうトンビの技終わった。はい。バーグ外れちゃうな、これね、やっぱ、ね、ちょっとピンで止めた方がいい。じゃあバーグが捕まらなかったんで、これ陸上でやろうみたいな。じゃあ陸上に最初ニンニクの残り、ニンニクの残りを炒めようかな、陸上で。もう厚皮をちょっと下ろして、ニンニク炒めやがて、ただ鶏皮、鶏皮な、また鶏皮油、鶏皮たっぷり、全部、これ全部だよ。ここから、まあ、よく食べながら。結構いいですよ、これ。絡まってるよ。いいかも。このもやしを入れようか、もやし。カートもやし、これも新鮮し、スーパーバリューです。鶏皮もやし炒め全部入れた。鶏皮もやし、これはね、お塩でいいや。同じお塩。お塩パラパラって。今度4貫、こんぐらいでいいや。お茶飲みながら。Thank you.